ンシップかかってないといいかも。おはようございます、今日はアメリカ最終日ですね。明日僕もお化けも帰るんですね、はい、お化けは明日早いけど、今日はね海の方に向かって、ケネディ宇宙センターですね。デートナビーチ、デートナビーチはサーキットですね、どっちかというと。まあ、海もちょっと行ってみたいなと思うんですけど、まあ、まずケネディ宇宙センターでスペースシャトルを見て、サターンロケット、あれサターンロケットって言って、おばあさん、はい、知らない、スペースシャトル、スペースシャトルと、あとなんかランチの時に宇宙飛行士がこう夢を語ってくれるっていうサービスもあるらしいので、まあ、一番僕は楽しみですね。君も宇宙に行きたいのかっていうやつ、よし夢は叶うぞみたいな、それをパンケーキ食べながら語る RPG の最初の酒場みたいな感じあ、そうだ、お前もハンターになりたいのかみたいな感じまず装備を整えよう、やっていく、無重力体験とかのアトラクションがあります。あ、そうなんですか。それは何なの、風が吹いてるの、分かんない、あ、無重力じゃない、それはできない、発射の荷重、G がすごいかかる。あ、なるほどなるほど、それでふわっとさせる、そういうのがあるんですか。で、お昼過ぎまでケネディ宇宙センターに行って、その後、デートナビーチ、コールシャロー、広大なシャロー。
南の方のあのなんか桟橋の辺りとか釣れるし、桟橋というか橋ですね。あれ釣りたいって思われるんですか。盛り上がってくるところですね。まあやっぱ入ってくる人数は大阪城クラスですね。いやいやいや、それ議論になってるけど違うから。ね、あの大阪城と NASA を一緒にしてもらいたくない。あれはカラスなんかな。首めっちゃ長いんですよね。そうそう。あれ首長いんですよ。確かに大阪城すごいけど、コンドルだね。コンドルだ、やっぱりほら見てください、なんか首長いでしょ、うん、クラスみたいな顔して。本当はね、プロコンドルじゃないです違うっつんだよ。ちょうどそれくらいなんだ。ケネディ宇宙センター到着です。あの大阪城に例えるのやめてもらっていいですか。うわー、こんな感じっすよ。冒険の始まりだみたいな。そうそう、あれ大阪城ホールってあるの、なんかよくテレビの収録とか。こっちのが空いてる。こっちにしましょう。ただこの頂上口が全くわからない。え、結局あそこに行く？うん、とりあえず行きましょう。あそこのロケットのとこ、はい、あと5分ですけど。大丈夫。大丈夫。オルビット曲がったとこでしょ。曲がったとこってこれがスペースジャーニー 3D なんで、間に合わんと思ったらそこへ。あれ、こんな名前じゃなかった。あ、ジャーニースペース 3D。 あ、それか。Okay, Lantis walking tour, yes, it's at 10 o'clock, all right.
And the shuttle launch experience, it's on the first level of this building. Okay, so you go first here to see Atlantis, and then the tour, which is about 20 minutes, and then you can experience how to feel to go out of space. Okay. 荷物を入れろ。ツアーの時は。から。演出のためにあの映画やった。ちゃんと帰ってくることを。あの透けてきた時なんかいいな。うん。なんかやっぱ帰ってくるっていうことに重きを置いてるのがこのスペースシャトルですね。そうだね。でもう一回リユースすると。我々これレプリカかなと思ってたら本物でした。また小川さんが変顔で自撮りしてます。うわかっちょいかっちょい。ちょっとこれ小川さん平面お願いします、はい、写真撮る。この角度
でもそれはアトランティスだったじゃん。一番最初に行ったのこれなの、コロンビアの。エンタープライズ。エンタープライズ。じゃない。これ試験。はい、出口です。4時間ぐらいいましたね。はい、どうですか、宇宙を体感しました？うん、まあ、最後のなんか火星行くやつ寝ちゃってたけど、ね、おかげも寝てたでしょ。もう僕はうつらうつらでしたけど、俺はがっつり寝ました。朝早かった。うん、まあでもあのスペースシャトルが最後このスクリーン越しに出てくる、はい、あれ最初に見たやつ、はい、最初の方に、最初の方に、あれはちょっと感動したね。うん、で、ハリボテかと思いきや本物だよっておじさんに言われたという。本物が展示、ね、偽物と思って帰らずによかったよ。うん、本物だこれ。アトランティス、はい、まだ、見どころはあるので、皆さんも、うん、ぜひぜひ来てもいいと思います。あれだ、小川さん、あれです、サーキット上がるなぁ、2回目体験ツアーになってきます。ナーが入った、ついに。うん、周り 見回していいですか、ね、あのだいぶね、目合わせると危険なぐらいは入ってます。映して大丈夫ですかね。何撮ってんだ。普通でしょ。一番ワイルドなやついなかったし。確かに違う、間違ってたし。ツアーが違った。一番ビンスっぽかったの。今回のライバル有力候補やったな。そもそもツアーが違った。ゴールを競うぐらいの人だと。そうね。ただの見学者。あれあれ。めっちゃでかない。やってるわ。やってる。向かいはバスプロショップ。おばさんもそれが気になってしょうがないです。ああ、やっぱりいろいろでかいよ。大阪城で例えたら大阪城公園って感じ。また来た。木も違うから。ランニングコース。やっぱ大阪城は大阪人の誇りなんだ。いや知らないです。なんとなくイメージ。そうでもないんだ。なんであんなとこに人があんないっぱいね集まるのかが分かんないんですよ、大阪城は。あれ外国人も結構来るでしょ。そうなんですよ。もう外国人のせいでもう
とんでもない人出なんです。で結構スターな戦国武将がいっぱいいるじゃないですか、絡んでるじゃないですか、真田とかね、雪村とか真田丸とか行きたい。そうです、真田丸とかのとこはもう人がすごい。なるほど、汚い男なんだけどね、真田ワイルドなやついますよ、ワイルドなやつ気抜けないな、ここでさ、俺一人で結構ガッチリヘルメットかぶってもうすでにやる気満々で、もうめっちゃかぶってる、クソ暑いのにもうレーシングスーツみたいな、ちょっとグローブこうやってキュキュってやり始めてここにバスがいたら面白い。鈴鹿はいるんですよ。鈴鹿いるんだ。おー聞こえてきた。だよ。いや、最高じゃん。この声ないよ。謎のなんでなんでしょうね、まあ、操作しちゃうからじゃん、え操作しちゃうから何をビデオを、あ危ないとそういうことずれたとか、あー
子供あそこ乗ってない？え？ちっちゃい子。なんて？ちっちゃい子あそこ乗ってない？横に。あ、違うか。これ一人一人乗るの？僕も運転するってこと？いや、違う。だから助手席に一人ずつ乗って2台でオガケンカーと俺カーで行くんじゃない？あ、運転じゃなくて、もちろん運転はさせてもらえないと思うんですけど。なるほど、ね、これなんすかね、なんか、おお。そうだ、そうです。だから2台が揃った時点でこの人たち2人乗って、あっちにいるワイルドなやつ。え、さっきのワイルドなやつらがいる？うん、僕らのライバル。乗れがいいのにね。好きなら。いや、好きっていうか、見た目で僕らが勝手に判断しただけで、あいつらビンスっぽいからとか、うん、勝手に判断しただけで、実際そんなにワイルドではない。待よ。はい、3周の体験走行を終えて、またサーキットから今出るところですけど、残念ながら乗ってるところの撮影ができなかったんですよね。で、もしかするとなんかあのビデオ買ったりとかできたかと思うんですけど、なんかちょっと揉めまして、よくわからなくなっちゃったんですね。僕は非常に楽しかったんですけど、小川さんどうでした？僕も楽しかったです。楽しかった、はい、なんかあのバンクがね、こう R がついてこう、うん、なってるところにこう反るじゃないですか、はい、あここに全速力で突っ込んでいったら、あんな風にこう吸い付くんやと思って、あのこのなんていうのかな、ピターってこうタイヤと地面がさ、うん、こう食いついてる感じが分かるよね。そうですね。あとなんか1回目、いや2回目かな、アウトで、うん、3回目ぐらいにインに入って、うんうん、あインに入ってたね。あのアウトの時にこうわざと壁ギリギリを走ってたでしょ。走った走った。あれが面白かったですね。ただ前に僕が走ってんの水口さん見えたから、うん、あのどんぐらい壁に寄ってるか分かったかと思うんですけど、はい、僕全然分かんないんですよ ね、前がないから。わりかし空いてる、空いてるんですよ、うん、なるほど。だからあの映画みたいにこんなところ行くじゃん、映画、はいはいはい、あそれはないですね、それは危ないですね。オガケンの嫌いなこの段差とかもなかったんで、はい、滑らかでしたね、路面が、まあ、非常に。そりゃそうでしょうね。あのバンプなかったですよ、はい、全然一切ね。これはね、ぜひおすすめです。そんな怖くないしね、はい、何も怖くないね。怖くはないです。ナスカーのこの雰囲気を味わうの最高じゃないですか、うん、これね、1人1万5000円で3周できます。3周の隣に乗せてもらいます、うん、で入場料とかも組んでるので、まあ、サーキットの中に入るってこともなかなかできないから、もうこのレースとかレースカーが好きな人は乗った方がいい、うん、これが中ね、はい、売店がいっぱいあります。Just think about
界で一番有名なんですよ。これボードのクイーンや、うん、あれの屋根が飛んでる。まあ海ってことだね。なんかお茶するような雰囲気のとこはないっすね。なんだかあのむしろ車道の方に行った方があるのか。そうですね、もともとはしゃぐタイプ、パリピの、うん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 、パリピの店しかない。クラブ、キャッチ、ナッチ、あそこ行く？うん。いいね。おお。この辺で。というわけで、アメリカ旅もこれがエンディングになりそうですね。はい。ね。アメリカっぽいバーをラストです。絵に描いたような、はい、こっちの車のところだね。このバタ臭さ、明日飛行機でまたやったい、はい、はい、はい、旅というか展示会でしたね。そうですね、そんな展示会ということで、はい、どうですか、こっちで物売りたいチャンスはありそうですよね。そうだね、なんかパックロットチャンスというか、パックロットにすごい興味を持ってるよね。パックロットパズルとかいいんじゃないですか。ずらーってバラバラにしてちょいちょいって組み上げる、で組み上げたらなんかプレゼントでステッカーとか入れる。今までね、竿の展示ってセパレートにしたやつを1種類だけ置いといて、あとみんなこう組んだやつを置いてたんだけど、分かれてる方が目に引くんだね。そうです、それは持ってたんであれって並べてみて、うん、あれを触るもんね、みんな。そうしよっかなと。ただこっちの人らは継ぎ目が1センチ浮いてるのが耐えれないんです。あ、ぴったりしないとか。そう、だからじゃあ波継ぎにした方がいいと思う。いや、まあそうですね。それか継ぎ目に色つけない、もしくは印籠継ぎを廃止になるんですよ。で、まあそれが教育する、じゃあその継ぎながら教えるっていう意味でも、それが普通だよっていうことで、ね、組み合わせクイズみたいなのさせるのが面白いかもしれない。でもフライロットは次なんですよ。ああいう風になってます、うん、だからそれが目新しいと思えないんで、まあ、もうアメリカ人なんかあれをギリギリってやりそうだよね。そうなんですよ、やるんですよ、やっぱやる、やっぱやる、マジですか。持って帰れなくなった竿とかあります、展示で。あ、そう、やられちゃって昔ね。あ、じゃあ入りきってないと思ってやろうとしたの。はい、
なんかアメリカで展示会みたいなのに出すからって、なんか友達が持って行ったやつとかは、もう全部持って帰らぬロックとか、長さが多い。持ってこれな。短くできなくて。ということは、今度は日本で、はい、まあ、これ日本で編集しますからね。そういうことです。